こんにちは、マイシーです。と今日はですね、はい、こちらを使います。こちらは何かと言いますと、レース糸にビーズが通っています。ビーズは約2000個通っているそうです。これはですね、いただいたもので、通った状態でいただいたんですよね。すごくもったいなくて、このまま普通のね、ガマ口にするのもいいなと思ったんですが、最近ね、ダイソーさんで、ミニ底板とかも出ているし、ね、こちらです。はい。これと合わせて、ガマ口ポーチを作ろうかと思っています。ビーズガマ口のロングポーチ、少し長めのポーチにできたらいいかなと思っています。これはセリアさんの、アナアキシレバー角型 L サイズ、大きいサイズの串金を使います。だったらですね、約10センチ、ここからここまでの長さが約10センチ、内側が約9センチぐらいですかね、の串金です、ね、これ入るかどうかちょっとわからないのですが頑張って入るように作っていきます。使うかぎ針は5号針の3ミリを使います。今回は、底板を使うので、底板がない方は枕目ヤンとか太い糸で、先に底を編んで、別で編んで作った方がいいかと思います。他の動画で同じサイズの底板、ね、枕目ヤンで編んでいるので、ぜひそちらを参考に編んでみてください。今回はこの底板で編みます。少し調節しました。ちょっとね、間にレース糸を持ってきました。結構長いのでね、調節するのも、少し時間がかかります。と今ですね、このビーズ、今ラベル持ってきていないんですけれども、もともと1袋500個入ってたものなので、4袋で通すことはできたんですけれども、今ですね230個になっているそうです。なので、約9袋必要になります。終わってからまたどのような、ね、状況か、も足りるかどうかちょっとまだわからないので、この様子もね、見ていきましょう。よいしょ。と、レース糸のラベルも今ないので、ダイソーさんのね、レース糸だと思います。20番のレース糸ですね。はい、ひとまず、ビーズを入れずに、底板に編み付けます。角から始めます。ビーズを編み入れたら、もう立ち上がりを、ね、編まないようにぐるぐるっと編んでいくので、どこでもいいんですけれども、この最初だけちょっと立ち上がりを編んでいこうと思います。引き抜いて一度編む、鎖編み一つ編んで輪の中に針入れて細編み一つ、もう一度同じとこに針入れて2つ、細編みを2目ずつ編んで1周します。この時に間に鎖編みを編まずに、このまま細編みを1目ずつ編みます、ね、5目でちょうど良さそうですね。ビーズはまだ使わないので、ビーズは寄せつつ編んでいきましょう。はい、1周しました。2目ずつ、編んでいます。そして最初のですね、細編みの頭に針を入れて引き抜きます。はい、次2段目なんですけれども、2段目からビーズを入れていきます。ビーズをこのままですね、この表を見ながら編んでいっても向こう側に出てくるんですよね。なので、もう編み地が表に見えて、ビーズが全部中に行っちゃうので、編み地を返して表を見ながら編みます。ビーズはですね、できれば5個ずつぐらい持ってた方が、編みやすいです。こう持って、立ち上がりはもう編みません。この区切りが出てきちゃうと嫌なので、このままですね、編み地を返します。そして最後に編んだ細編みの頭、ここからですね、針を入れてビーズを寄せて細編みを編みます。
分からなくなるので、ここにマーカーをつけます。マーカーをつけて続けて次の目からも、ここは編み地を返しているのですごく見づらいんですけれども、次の段からちゃんと目の頭がこっち側を向いている状態、見やすい状態で編めるので大丈夫です。この2段目だけがちょっと難しい。はい、ひとまず一周してきました、ここが、中でここ外なんですけれどもね、まだちょっと下向きにビーズがついているんですが、編んでいくと、あともうちょっと横に来るんかなと思います、と思ったよりも、ちゃんと並んでいていいですね。もっとばらつくかなと思いました、ビーズが小さいので、結構いいのでこのまま、続けていこうと思います。編んでいるレース糸がもう狭くなったので、またここから糸を出してちょっと面倒なんですけれども、全部寄せる、出して寄せるの繰り返しになります。できればもう長く寄せた方がいい。ただ注意してほしいのが、切れたらですね、この結び目をビーズ通らないので通し直しになってしまいます。なので切れないように、何回も移動しているとレース糸擦れて切れる時があるんですよね。気をつけて移動させましょう。切れちゃうとすごく大変な作業になってしまいます。それでは、続けてやっていきます。最初の目の頭に2段目を編んでいくんですが、ここも立ち上がりは編まずに、このまま針を入れて編んでいくですね。で、マーカーも移動させる。はい、続けて編んでいきます。37段目まで編みました。結構高さが出ています。残りのビーズは、これぐらい6個なんですけれども、途中ですね、結び目がありまして、約3分の1を通し直したんですよね。ここで無理やりも結んで、これぐらいのビーズですね、出して通し直して、その時に、何個か紛失したんですけれども、残りは6個。もう計算してみたところですね、今37段目で、1段目はビーズを通していないので36段分ビーズが通っています。で、36、1周と56目あるので、56目でと2016個と編みましたね。なので2000以上、多分2030個ぐらい最初取っていったのかなと思います。なので今2000個だけ通すと1段少なくなるかもしれません、2000個以上通すといいですね。多分2000個だけだと36段目で終わります、この手前のね。なのでビーズを通すときは一度、計算してから、1周56目と、計算してからやるといいですね。念のために少し多めに入れてもいいかなと思います、ただ今回ちょっと高さが、スマホ入れるとなると高さが足りない可能性がありまして、ギリギリなんですよ ね。ビーズも、追加で買ってきたんですけれども、今ね231個になっているんですが、
糸自体がもう少なくなっていて、うん、2、3段ちょっと編めないかもしれないので、今回はスマホ入らないけど、このままあとガマ口ポーチにしたいと思います、ね、このままやっていきます。あとこれは小さめのスマホでも入らないので、大きめのスマホを入れるときはもっとビーズを出す必要があります。その時はレース糸もまあ足りなくなるので、レース糸もまあ2個ぐらいあるといいですね。全部これに通さず様子を見ながら編んでいって、残りをまた別の糸に通すといいです。つなげる時はここ一度編んでから糸を切って、次の糸に結んでこの下の方で結んで次の目を編んでいくとつながります。いつものようにね、細編みを途中で編んで引き抜くと、ほどける可能性があるので、うん、完全に最後の目を切って引っ張って次の新しい糸に結びつける。この時そうしましたね。結び目があった時、結び目はまあどうしてもそこ通らないので、まあ、切るしかなかったんですけれども、ほどいたんですけどね、ほどくしかなかったのでやったんですが、これやって特に表にね大きな影響はないので全然大丈夫です。それでは最後のですね、と段を編んでいきます。今回ガマ口にしようかと思って口金を用意したので、1段分口金の中に入れる編み地を作ります。これはちょっと緩めに編もうかと思います。大きさがちょっと心配なので、ちょっと緩めにね、次の目から細編み一つ、一目ずつ細編みを編みます。もうここからはビーズをも入れずに、そのまま目の頭を拾っていきます。ここもまあ表を見ながら編んでもいいんですけれども、まあ、裏ね、裏見ながらでも全然大丈夫です。一周しました。今マーカーがついている目に針を入れて、最後は引き抜き編みをします。引き抜き編みをして糸を切ります。このビーズは後から何かアクセサリーに使おうとして、この残り糸で口金に縫い付ける糸も使えますので、ビーズは奥に持っていきます。そしてこれはですね、糸処理をします。編み始めもですね、糸処理を忘れずに、ほどけないように丁寧に糸処理をします。つなげたところも糸処理をします。ここね、ここも糸処理をして、できるだけ表に影響が出ないように、表の様子を見ながら糸処理をしていきます。たまにね、ビーズがへこんでるところがあるんで、ちょっと表に出しながらとやっていきます。はい、糸始末を終えました。先ほど言うの忘れたんですが、立ち上がりがですね、ここの、角に、角っていうか、端にね、始めたんですけれども、ずれましたね。どんどんずれてきています。ここからかな。どんどんずれてきていました。結構ずれています。どこで始めてもよかったのかなと思いましたね。感じで。糸がいっぱい余ってたら、ガマ口じゃなくて、この細編みの段をどんどん編んで、普通のポーチでも良さそうですね。糸が足りないのでね、今回はガマ口にしましょう。目印をつけます。半分に折ってですね、この下からちゃんと半分になっていることを確認して、
端にマーカーをつけて、つけていきましょう。縫い付けていきましょう。糸は、まあ、ここから取ります。統一感があるようにね。はい、針はですね、まあ、穴を通す。ギリギリですね。ギリギリだけど、穴を通って、まあ、このレース糸が通る大きさの針にしています。一旦ですね、糸始末をしてから始めようかと思います。編み終わった、あと縫い終わった後に、あの、ガマ口がつけてある状態で、糸始末をするの大変なので、先に糸始末をします。どこに来るのかな、こっちの頭。横に最後はずらして、上に行きます。ここは切ります。はい、そしてくるんとなっているのでつけづらいと思いますつけづらいと思います。ここの今糸が出ているところから、このマーカーがですね、口金のここの金属つなぎ目のところに来るようにと縫っていきます。ギリギリかもしれないですね。頑張ります。はい、マーカーのところまで来ました。結構ギリギリです。角の部分とかもね、パツンパツンなんですが、なんとか解きました。残り半分もですね、縫っていきます。多分、ね、ギリギリ足りないかもしれない。ゆっくり取っていきます。マーカーもここで取ってね、続きをやっていきます。はい、全部。縫い付けました、まあ、結構ギリギリでしたね。ちょっとカーブしてるけどギリギリだったので、まあ、縫い付けるときはもう引っ張りながら縫わないとダメですね。見ての通りちょっと 広いです。上はね、でもここがちょっと細いので締めてね、使う分には特に問題はないんですけれども、まあ、気になる方は下の目数を増やす。そうなるとこの高さになるまでビーズが必要なので、その分ビーズも必要になります。長さを測りましょう。はい、長さがですね、まあ、ビーズだけのとこを測ると約14センチ、約14センチなので、ある程度ね入ると思います。これ私のスマホ13目だけど入らないと思ったんですが、なんとか入ります。うん。ね。なので、iPhone SE のタイプでしたら、まあ、2016個のビーズで編めます。ただ、もっと大きい、スマホになると、
もっとビーズが必要です。横幅はね、どのスマホも大丈夫だと思う、セリアさんのショルダーチェーン110cm、ね、110なので斜め掛けできるかはちょっとあのギリギリなところですよね。多分大丈夫そうですね。リーカンとかなしでもうこのまま掛けちゃおうかと思いますね。ガマ口によるんですけど、ここにね、あの金具とかついてる、あと口金もあるんですが、今回ついていないのでちょっとつけるところ考えます。つけました。外して、ここですね、ここ編み地、口金につけていないところを、口金をキュッとやって、外側から、これですね、平べったいナス管なので少しやりづらいですが、最後の段を取ります。硬いですね、これも。最後の段を取って取り出してやると、あ、いけますね。一本形と整えたいので綿を入れます。形整えて、この綿を減らしてこれぐらいにしました。かわいいですね。底板もビーズもあって、もっとね、底板の穴が大きいので、あとビーズと、ね、大きさ合わないかなと思ったんですけど、いい感じに、ちょうどよく完成させることができました、スマホは本当にギリギリだったんですけれども、普通に、ね、お財布として使うことはできるかと思います。セリアさんのこのチェーン軽くていいですね。チェーンって重くなりがちで、どんなに軽いバッグにしても、ね、チェーンのところで、重くて肩痛くなったりするときあるんですが、これ軽いのでスマホのポシェットにはちょうどいいのかなと思います。今回もいただいたこのレース糸とビーズ、なんとか形にすることができましたね。めちゃくちゃ可愛いですね、やっぱり、触り心地いいですね、ビーズ、ガマ口、また違うサイズのビーズで、再チャレンジしたいなと考えています。多分底の編み方とかも変わってくると思うので、ね、また機会があれば再チャレンジしたいです。その時はまた目数を変えてですね、口金に合うようにしたいですね。結構きつかったんで、縫い付けるの。今回もいい感じに縫い付けることができたんですが、ギリギリなので、また目数調整したいと思います。ね、1周65目とかあると、余裕持って縫い付けることができるかと思っています。結構ギリギリなので、今回。10目近くを、大きいといいのかなと思う。ぜひですね、編んでみてください。はい、今回もですね、スマホポーチ、ビーズポーチを作ることができました。でかいの作れました、ね。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければですね、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、まいしでした。バイバーイ。